タクシー幽霊。私はタクシーの運転手だ。タクシーはいろいろな人を乗せる。特に夜。ある日、終電も終わった時間、私は繁華街で若い女性を乗せた。派手な格好の今時の女の子だった。運転手さん、幽霊を乗せたことがありますか？彼女が聞いた。タクシーってよくあるって言うじゃないですか。いいえ、私は一度も。ですが、噂は聞きますよ。私の会社のある運転手が、ある晩、髪が長い若い女性を乗せました。お客さん、どちらまで？運転手が聞くと、その女性は暗い声で、まで、と言いました。その場所は墓地の近くです。運転手は嫌な予感がしました。前を見て運転していると、どういうわけか、後ろに誰も乗っていないような気がします。しかし、信号で止まったとき、バックミラーで確認すると、確かに女性が乗っています。やがて、墓地の近くに着きました。お客さん、着きましたよ。運転手はタクシーを止めて、後部座席を振り返りました。すると、そこには誰もいませんでした。ただ、彼女が座っていたところが、ぐっしょりと濡れていました。まあ、こんな話はよく聞きますけどね。でも、実際に経験したことは、私はありません。後部座席の若い女性は、何も言いませんでした。やがて目的地に着きました。私はタクシーを止めました。お客さん、着きましたよ。返事がありません。バックミラーで見ると、お客さんの姿が見えません。私は、ぞっとして、振り返りました。お客さん、起きてください。